もしかしたら、うん、花粉症デビューかもしれないです。うん、今年の夏は暑かったので、うん、出てる花粉が飛んでるよって話を聞きました、うん。さて、この顔に見覚えがあったら、あなたは同級生です。うん まあ、顔変わってるかもしれないけどね、えー。大塚智則です。投稿拒否っていうのは、言い方に、ちょっと嫌悪感っていうか、不快感がありますので、不投稿ってことにしてください <laughs> あ。で、えっと、話もしますけど、まあ、こんな風に手軽に、動画とか、トレーニングやって、まあ、ちょかたんですよね。でも まだ俺携帯電話使ってます。スマホじゃないです。携帯です。携帯電話です。携帯電話って Facebook って多分できないんじゃないかなパソコンがないと。Facebook って多分、ああ、Facebook もそうだけど、スマホってまだそんなに普及してないと、まあ、暇じゃないと使わないからね。だからまあ、Facebook で、 フェイスブックで見つかる人ってそんなに多くないと思う。だから、わかっていることなんだけどね、うん。知り合いから、同級生から同級生にメールを飛ばしまくって集めるしかないんじゃないかなと思います。東京,東京にいる人だったら誰かに一人に感染すると。 まあ感染をつなげることができると思います。住所がね、もうみんなバラバラだし、ハガキも送ることはできないだろうからね。もう卒業して、何年だ ?15 年あ、15年どこじゃないか。えっと、20年 ?20 年か。20年か <laughs> すごいっすね。うん。35になります。 はあ、まあ、そういうわけで、ちょっと試しに動画を入れてみました。以上です。意味はないですよ。終わり。大塚智則でした。